ルデッリはイタリアのカパンネデカレッジネ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは MF。豊富な運動量とボール脱出能力を武器とした1970年代後半から1980年代中期のイタリアを代表する選手の一人。当初はサイドバックとしてプレーしていたが、後に運動量を買われて終盤でプレーする様になった。 1976年4月のポルトガル戦にて代表初出場。以降、1978年、1982年、1986年と3度のに出場。1982年のワールドカップ、スペイン大会では同国を3度目の世界制覇に貢献した。このうちスペイン大会では2次リーグのアルゼンチン戦でゴールを挙げ、決勝の西ドイツ戦では、 決勝ゴールを決めてチームを優勝に導いた。両手を握りしめながらおたけびを上げ一心不乱に何度もガッツポーズをする姿は非常に印象的であった。クラブではユベントスで選手キャリアの大半を過ごし数多くのタイトルを獲得。また1984から85シーズンにはミシェル・プラティニラと共に UEFA チャンピオンズカップ初優勝に貢献した。 引退後は指導者の道へ進み、イタリア国内のクラブや U-21 イタリア、代表の監督などを歴任している。ありがとうございます。